文化系トーク YouTube グランファンパースです。今回は日プ2で脱落をしてしまいました福島玲治くんと、それから私自身が注目はしていなかったんですけれども安江陸くんについての話をさせていただきます。あの濃縮プロデュース101ジャパンシーズン2という番組で、あのスカイハイさんがですねゲストで来て、いろいろな、練習生たちのパフォーマンスを見てコメントをしていた番組がありました。リアルタイムでは見れなかったので TVer で見たんですけれども、まあ、そこで話をされていたこととかも踏まえて語らせていただきたいと思うんですが、まずスカイハイさんが褒めてたというか練習生たちとかそのグループチームとかに関してなんですが、まず高塚宏くん、福田翔也くん、西博人くん、藤巻京介くん、そしてラッパー枠として安井陸くん、そしてグループバトルとしてのところで高塚宏くんに加え福島玲治くんを褒めておりました。あのそこで、まあ、私は藤巻くん、西くん、高塚くん、それから福島くん、ここを押していたので、あのスカイハイさんがね、私が押していた人たちの中で4人ピックアップしてくれたので、それが素直に嬉しかったというのがあります。福島玲治くんに関してね、まあ、音がちょっとちっちゃってるっていうところは、あのラッパーの子たちほとんどに共通するところって話をしていましたが、まあ、マイクにこう声を集中させようと思うだけで変わるとは言っていたので、だから福島くんが残っていてくれたら、まあそうなったんじゃないかなっていう気がします。もともとラッパーとしても私が一番推していたこの一人でもありまして、それから安井陸くんに関してはもともと分量も少なかったというのもあったりとか、私自身その残念ながら注目をその、申し訳ないんですがしていなかったので、ただスカイハイさんが言っていたのが、まあその、I Need You をあの BTS の曲を歌って、そのボーカルのアプローチとして曲へのそういうあの配慮というか、そういったものが一番できていて、ピッチも取れているし、まあ、声も分散していないと。ラップに関して安江陸くん、あすごい、もう本当にベタ褒めでした。そこはだからさすがプロだなと思いまして、私では気づくことはできませんでした。そして福島玲治くん、安江陸くんがそのね2人ともラッパー枠として、あのラッパーであるスカイハイさんが褒めていたから、まあ本当にラッパーとしては間違いないスキルを持った子たちなんだろうと思います。でその2人が結局脱落をねしてしまいましたということです。あの日プ1でもよく言われておりましたが、やはりあのラッパーがいなくなっていくっていうのは避けられないのかもしれないと。やはり不安にはなっていますね。なんかそういう感じになりやすいのかなと思いますね。だから今残ってるね、あのトラップの中野海保くんだったり池崎理人くんだったりとかもそうですけれど、よく考えるとね、他にそのラップで例えば田島翔吾くんや西博人くんなんかもラップをしますし、それからあの課題曲では後藤健くんもやっていたはずですけれども、なんだろうな、あのラップのスキルとして目立って、あもうラップ面だねっていう風に思う子らって、なんか今考えると、いやもう池崎理人くんとそれからあの中野海保くんぐらいしか、そのラップ面だねっていう風に思える子らってもうすでにいないんじゃないのって思って、ちょっとそれを思ってゾッとしたんですよね。だから福島玲治くんが残っていてくれれば、それから私自身は注目しておりませんでしたが安江陸くんがいればっていうことだったのかなと。あと健太さんがあのラップ向いてるって言った小堀柊くんが残っているわけですけど、あの現在その残ったところの中で小堀柊くんは34位、それから中野海保くんは23位ということで、最終メンバーに残れるかどうかっていうところはちょっとわからないと。それから池崎理人くんがその中では上の方ですが15位なので、最終メンバー11位のところには入っていないというところもあります。まあ、福島玲治くんね、私はもともとラッパーで推していたんですけれども、なんだろうな、なかなかまあ彼をねこの、フィーチャーするっていう人とか褒める人っていうのもそんなに多くはなかったので、なんでかなって思ったんだけど、なんかラッパー属性が強すぎたのかなっていうところなんですかね。ただそういう子らが出てもいいと思うんだよね。 BTS だってもともとラップグループ、ヒップホップグループですよ。ああラップ面でね、一番大事な子がいますね、西島蓮太くんか。うん、でも西島蓮太くんと福島玲治くんで、なんかこうラップ面は
意識をしていたところがあって、そこの部分が私にとってはもうすでについてしまったっていうところがあって、この先どうなっていくのかなっていうのが心配ではあります。まあ、中野海保くんと池崎理人くんに注目をしたいです。スカイハイさんが言ってた音がちっちゃってる感というのはトレーニングでいくらでも修正していけるところではあるし、あのケンザさんはそういうの上手い人ですからね。まあ、総合的にいろいろできる人が多いので、いざとなれば西くんとか田島くんとか西島くんとかが、まあ、ラップとかもするんだと思うので、あのそこはある程度この先のところは心配はしていませんが、ただやっぱり彼らはダンスの上手さでやはり上位の方にいるっていうイメージなので、ラップの上手さで上位っていうのが本当に難しいところにいるなっていう気がしますね。でもやっぱりボーイズグループだからラップグループじゃないんでね、難しいのかなっていう気がやはりしてますね。日プ1の時もそうだったようですが、まあそうだったようですがっていうか、そうだったわけですが、後追いで見たんで、稲吉光くんみたいないい声を持ったラッパーが結構早めに脱落をしてしまいましたからね。そして私の一押しである上原淳くんも JO1 には入れませんでしたからね。まあぶっちゃけた話、抜群に上手いと思いますけどね、上原淳くんはね。まあ結果ラップ面で最強、日プワン最強とも言える上原淳くんと、あのキムユンドンくんはオルビットでデビューして、そこに最強のボーカルの安藤くんがいて、最強のエンターテイナーのですね春夜がいて、あとヨンフンさんもいてね、それからもうね、あのカリスマの塊のヒチョさんがいて、あの可愛いの塊のユゴがいるっていう形で、すごいメンバーが揃ったわけですが、うん、オルビットの話になってるなこれな。なんかこう福島玲治くんと安江陸くんですけど、あのラップがすごい褒められた子たちでもあるから、スカイハイさんになんかね、2人で何か他のメンバーとかと組んで何かしらのグループユニットとかになったりしたら面白いかなっていう風に思うけれども、まあ単純にそこじゃなくても、あの特に福島くんにはね、ラップヒップホップ業界を盛り上げていってほしいなっていうところも考えてはいまして、今回は残念でしたけれども、あの今後彼の姿がどこかでまた見れることを期待しております。まあ残念でしたが、日プ2はまた引き続き追っていきたいと思っておりますので、また動画上げてまいります。はい、今回はね、あの本当に私の推しだった福島玲治くん、それからあの見つけられなくてごめんっていう意味で安江陸くんについて語らせていただきました。はい、ではよかったらチャンネル登録お願いいたします。では失礼いたします。言いたいことは今日言っておく。グランパンパースでした。